今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回はアウトドアで熱中症対策に役立つかもしれないという意味で USB 充電式の首掛け扇風機、ダイソーで税込み1320円で売っておりました。こちらを紹介したいと思います。こちらにある通り両手が使えるので野外フェスやキャンプにも最適ということですね。商品名がネックファン、 USB 充電で風量が3段階、ハンズフリーは当然ですが角度が自由調節となっています。髪の毛が長い場合には巻き込み防止ネット付きということと、通常のリチウムイオン電池が内蔵されております。今回羽がですね7枚になったことで回転音が小さくなったということです。で、180度こちらは回転するということとか、フレキシブルアーム、あの曲がるやつですね。それから、風量切り替えはこちらでオンオフができて、マイクロ USB の差し込み端子がこの側面にあると。あと3秒長押しで電源がオンになると書いてます。メリットとしては角度が自由に調節できること、両手が使えるので野外フェスやキャンプにも最適と、あと付属の髪の毛巻き防止ネットを装着することで髪の毛が絡みにくいと、女性のね髪が長い場合なんかはそうですよね。はい、となってます。で、内容は本体と USB ケーブル、リチウムイオン電池は 2000mAh 時ですね。まずまずではないかと思います。重量が 200g、 サイズが 250×190×36、 電源が 5V の 0.5A の、消費電力が 1.5W です。充電時間が5時間に対して使用できるのが約 7.5 時間、これ弱の場合ですね。中だと7時間で強だと6時間ということですから、こちらもまずまずではないかと思います。株式会社 J ドリームとなってますね。ジャンコードがこちらですね。では開封してみます。説明書がね、日本語できちんとね入っております。こちらは安全上の注意事項等載ってますので、ご使用になる前にご覧ください。裏面にもね細かく注意事項がたくさん載っております。はい、まずねこれですね、 USB の A とマイクロ B のケーブルが入ってます。それから、よいしょ、あ、なるほど、これがあの巻き込み防止のネットですね。ゴムでねこうかけれるような感じ、触った感じはちょっと固めですね。特にかもなく不可もなくという感じではないでしょうか。はい、でこちらが本体です。ね割と重たいですねというのが最初の印象で、このフレキシブルの部分がね割とちゃんとしてるというかいい作りですね。重たい感じがある割には、きっちり固定してくれる感じでとてもいいと思います。では充電してみましょう。USB のねマイクロ B 持ってますので手持ちのものでいきますが、差し込むとねここの LED がね赤に点灯するので今充電中だなということがわかります。説明書によると初めての使用時には一度満充電状態まで充電してくださいということになってます。それから充電が開始されると LED が赤色に点灯します。充電が終わったら緑色に変わるそうです。なおここ大事ですけど、動いている時に USB ケーブルをつなぐと自動的に電源がオフになって扇風機が止まる仕様のようです。充電しながら使うことはできない仕様のようです。したがって初めて使う時には約5時間充電してからしか使えませんので、その点がね買ってすぐ使えるわけではないということは頭に入れとかないといけません。5時間が経過してもまだ LED ランプは赤いままなのでもう少し続けます。はい、ようやく緑色に変わって満充電になりました。結局充電開始から6時間ぐらい待ちました。はい、この商品の特徴としては充電後はマイクロ USB プラグを本体から抜かないといけません。要は充電しながら使うことができないということですね。あと過充電はバッテリーの故障の原因になりますということですので、過充電対策保護回路等はついていないということになります。コードは抜いておきます。主な使い方は2種類で、首からかけて使用するか置き型で使用するか。置いて使用する場合はフレキシブルアームを曲げて風の角度を調整するということですね。で、首にかけて使用する場合は注意事項がありまして、まず髪をガードに近づけすぎないでくださいと、巻き込まれて怪我をしますよ、特にロングヘアの女性等ですね。基本的な操作方法は電源ボタンを3秒長押しすると運転開始です。
そこからボタンを押すごとに風量が中、強と3段階に変わって電源オフと。注意事項として、首にかけて使用する場合は電源ボタンのある面を上にして使用してくださいと。首にかけて使用する場合は基本的には自分の顔の方向に向かって風が来るという使い方を、推奨しているというか、それが前提ということですね。例えばこうあぐらのような形で座って、まあ膝に手を置いたりして、こう自分の足元をね涼みたい場合には本当はこう下にしてねファンを回した方がいいんですけど、まあそういう使い方はねちょっと髪を巻き込むから危険ということでしないようにしてください。ただし実際のキャンプ場ではそういうふうな使い方をしたい場面があるかもしれないんですが、そこは自己責任ということになると思います。なお髪の巻き込み防止用にこういうふうなネットがついてました。はい、私はねそんな挑発じゃないので必要ないんですけど、試しにはめてみるとこんな感じです。結構パツパツですね。はい、こういう感じですね。まあこれつけたから風力が犠牲になるとかいう印象はないので、もうあれだったらね最初からつけといた方がいいかもしれませんね。まあ、虫が入ったりするのを少しこう避けることもできるかもしれません。結構ギリギリの大きさなので、入りにくいんですけど、一度入れると外れることもなさそうな感じです。ちなみに、置いて使う場合にはまたこの電源ボタンの方を上にして、フレキシブルアームでこう風をね、浴びたい方向に向けて回せばいいということになりますね。ちょっと回してみますね、実際にね。はい、これがね小です。でもう一度押すと中です。で強です。はい、そこそこの風量でしょうかね。驚くほど強いわけではありません。でもう一度押すと止まります。今ね点滅しているのはこれ強になっているという意味だと思います。はい、止まりました。風量チェックは目に見える形で、示した方がいいかなと思うので、ちょっと横からね、こういうティッシュなんかをね、飛ばしてみましょうか。じゃあまず、小からですね、強さ小でいきます。はい、まあちょっと風の流れがあるかな程度の風です。続いて中、ここが浮きますね。はい、まあ、見た目はあんまり変わりませんね。風は確かにちょっと強くなってますけどね。そして強、はい、まあほとんどねこのティッシュでは分かんないぐらいですかね。まあ多少はね飛んでるかもしれませんけど、あんまり分かんないですね。風の来る方向を集中してみてもどうだろう。まああんまりよく分かんないかな、そんな感じです。つまりねそんなに強い風ではないんです。正直これですね、まあ、首にかけて使うものなので結構ですね首までの距離が15センチとかすごい近いんですよね。だからそんなに強い必要がないんだろうとそもそも思います。はい、ただ逆に言うと首にすごい近いので音はですねまあまあこれ気になると思います。ちょっと後でね外で撮影してみます。こちらは以前同志社製のポケットファンでワッツで550円で売られたものと同モデル、ポケットファンの中ではねとっても評価の高い商品です。で現在はホームセンター等で1000円から2000円の間ぐらいでね扱ってる商品になると思うんですけど、風力についてはねちょっとこれと比較してみようかなと思います。はい、取り出しました。ではね充電もしたので強でねやってみようと思います。もう圧倒的に強いですね。風の来るところに持ってくると本当にね強だとねこれぐらいの飛ばされそうな勢いになります。ちなみに小の場合でももしかしたらまあまあいくんかな。まあ、まあ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 来ますね、やっぱりまあまあですね。はい、中だともう中だとね完全にこうピーンと伸びきるようなね感じになります。まあ、そういう意味ではねかなりやっぱりこういうポケットファンの方がね風力は明らかに有利かなと。それに対してもう一度やってみますが、こちらの場合だと強にしても
うん、風がね一番来るのがこの辺りなんですけど、やはりあれですね、風力はまあ弱いですね。はい、まあそういう商品だと思います。首の近くで動かすものなので、逆にねそんなに強い必要がないんだろうと思います。ただ首の左右からね自分の、まあ、顔とか首とかに向かって吹いてくるので、まあ、そういう意味ではね顔に近い場所で安定して吹くし、アウトドアなんかで作業しながらでも動きながらずっと同じ自分の首元向かって吹いてくれるので便利だなというところがこのファンの特徴だと思います。だから風力とかを求めるものではないということですね。1点補足しておきます。この同志社製のファンについては風が強くてねとてもいいんですけど、一つ弱点があって、あと角度が変えられないんですね。もう一定の角度にしか風向きをね固定することになりますので、ちょっともうちょっと上に向いて吹いてほしいとかいう時にこう曲げることができません。以前私の動画で紹介しているコールマンのロゴが入った扇風機だとそれが自由にできましたので、まあ、値段もねあちらの方が高いんですけど、まあ、そういう意味ではね使い勝手についてはコールマンのものと比べるとやや劣るかなとは思います。ではね回してみます。はい、フレキシブルアームをね向きを変えることによってこのようにね風の角度をね多少調整できます。猿がポンコツすぎて音声が取れてないので私が解説しておきます。要するに結構風が強くて涼しいと言って喜んでいるようです。猿はまだ音声が取れてないことに気づいていません。困ったな。結局のところ自分の首の方に向かってくるというのが一般的かなと。まあ、こんな風にすると頬に向かってね来るんですけど、頬に向かってきてもねあんまり涼しくないかな。はい、まあこんな風にして自分の首元あたりにねこう風が吹いてるっていう状態を作るのが一番いいような気がしてます。はい、で風を強くしてみます。はい、一番強い状態にしました。まあ、これ音はね気になる方は気になると思います。例えば何かこう集中して作業したい時にこれがずっと鳴ってると慣れないとちょっと気になるかなと。ただその集中してするようなそのデスクワークのような作業じゃなくてですね、外で例えばそのテントを張ったりペグを抜いたりとかいう時であれば全然そんな気になるような大きな騒音ではないと思います。まあ、風は普通ですね、そこそこですね。だからもしもっとこう涼しさを体感したい場合はこう乾燥しやすいね生地のこうタオルなんかをこう首に巻いて、でそれに向かって風を当ててやると、どん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 ね、蒸発して気化熱でねより冷え冷えの状態が維持できるんではないかと、まあ、そんな風には思います。まあ、以前もね私この商品使ったことあるので、あのこれそのものではないんですけどね、大体どんな感じかなってのは分かるんですけど、その時のものと比べてもそんなに差はない感じですね。逆に言うとね、千数百円でこれが買えるんだったら、お得じゃないかなと思います。楽天の商品なんかでねかなり人気のあるこの形があるんですけど、あれは確かね3000円かな、まあそこそこするんですよね。それと比べてこちらの方が特別悪い感じはしません。まあ、あちらはねあのタイプ C のね充電ができるんですけど、こっちはタイプ B っていうところはありますけどね。まあそれは今ねあの変換ケーブルも100均にもありますので、大きなデメリットにはならないような気がするので、そういう意味ではね、まずまずコスパの良い商品ではないかなと思います。はい、やってはいけないんですけど今下向きにしました。下向いて風が来てます。だから、まあ、髪が長くないのでね別に上から巻き込まれる心配がないので、こういう使い方も自己責任だとできます。この場合はね下に向かってきてますので、まあ短パンとかでねあぐらをかいて座ってる状態だと、まあ、腕なんかにもね、風が吹いてこれ結構気持ちがいいですね。そういう使い方も不可能ではないという程度です。これでまた、首の方に来ておりますね。はい、首の座りはねそんなに、まあ、これぐらい遊びがありますんでね、こう激しく作業したらこう多少ずれたりはしますけど、まあ、少々ずれてもね、まあ、あのある程度ね首周辺を風が流れるっていう状態はあまり変わらないので、その辺はね、まあ問題ないかなという感じです。
ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。暑い夏になりますとね、熱中症対策が本当に大切になりますので、健康に配慮してアウトドア活動をお楽しみください。最後までご視聴いただきありがとうございました。涼しいな。涼しいな。